ピッチャーとは耳型の取っ手と継ぎ口を持つ水差し、もしくは二つの取っ手を持つ陶器製の液体容器。認定や洗濯の象徴とされている。ジャグとも呼ばれる。食事の際に水、茶、コーヒー、牛乳、ジュース、ビールなどの飲み物を供するため、あるいは料理用の液体調味料を入れておくために用いられる容器。前者はドリンクピッチャー、後者は クッキングピッチャーなどとも呼ばれる。フランス語ではカラフというが、日本ではカラフェと発音表記される場合が多い。ドリンクピッチャーは用途に応じて、それぞれ水を入れるためのものはウォーターピッチャー、お茶を入れるためのものはティーピッチャー、コーヒーを入れるためのものはコーヒーピッチャー、牛乳を入れるためのものはミルクピッチャー、ジュースを入れるためのものはジュースピッチャー、 居酒屋などでビールやカクテルなどの種類を入れるためのものはビールピッチャーとも呼ばれる。このうちミルクピッチャーはコーヒー茶碗及び受け皿、コーヒーポット、砂糖入れとともに組み物としてコーヒーセットを構成する。またミルクピッチャーは紅茶碗および受け皿、ティーポット、砂糖入れとともに組み物として紅茶セットを構成する。 瓶状の水差しの口の部分に蓋と兼用のコップを被せたものは乾水瓶という。形状は様々なものがあるが、一般に次口がある。材質としては陶器製、ガラス製、プラスチック製のものがある。また、ピッチャーには蓋付きのものと蓋のないものがあり、大型のものには取っ手がついていることが多い。保温の機能を持つものや、保冷の機能を持つものや、 ビールピッチャーには泡止めがついているものもある。ありがとうございます。